はい。では、制動距離のところやっていきたいと思います。まず、えー、車がね、ブレーキをかけ始めてから、停止するまでに進む距離をこう、制動距離っていうんですね。ブレーキキーッと止めて、すぐ止まらないですよね。で、きっちり止まるまでの距離を制動距離っていうんです。で、車が時速 xkm で走っている時の制動距離を ym とすると、まあ、y イコール ax 乗の関係があると。まあ、y イコール、A、x 乗になるわけですね。 はい。では、時速60キロの時、まあ、制動距離ね、27メーターであったと。で、まず A を求めなさいということなんですけれども、はい。まあ、この時速 X ね、X 時速です。えー、時速と、そして Y が制動距離、えー、Y これ X 上の関係になりますので、もう代入すればいいだけですね。はい。Y が制動距離なんで、Y に27を。X に、えー 車の時速なんで、X に60代入してみましょう。じゃ、こうですね。27イコール a かける6 0の2乗です。いいですね。こうなりますね。602乗したらね、これ3600です。だから、27イコール 3600A になるわけですね。はい。で、移行して、 ま、移行して符号を変えて、両辺マイナス3600で割りましょう。こういうふうに、マイナス3600でね、まあ、両辺割っちゃうんですよね。左辺はもうマイナス3600で割ったから A になって、右辺はマイナス3600分のマイナス27。どっちもマイナスがあるんで、まあ、これプラスに変わって、まあ、まず9で約分でしょうね。9で約分して403。これじゃできないですね。 なので A は400分の3と出てきました。これ答えですね。はい、では2番目。時速20キロの時の制動距離。まあ今回ね、さっきよりも遅くなったんで、まあ制動距離はね、もっと短くなるはずです。でどうやって出すのか。今、1番で A が出ましたので、400分の3をここに代入すれば、y イコール 400分の 3x2 乗という感じでね、時速と制度距離の式できたんですよね。だったら、この時速20をこの x に代入すれば、制度距離は出せるよねってことになります。なので、y イコール400分の3かける20の2乗ですよね。はい、22乗したら、これ400になるので、400分の3かける400ですね。 でも簡単約分できるんで、3と出てきます。なんと時速20キロやったらブレーキ踏んだらね、たった3メーターで止まってくれるんですよね、まあ。えらい違いね。時速60キロやったら27キロもね、止まるのにかかったのに。時速20キロやったらすぐに止まれるっていうことですね。はい、3番目。制動距離を48メーター以下にしたいとき、 車の速さは時速何キロメーター以下にすればよいかを求めなさい。という問題ですね。まあ、要は、えー、Y にですね、48代入すればね、まあ、制動距離48メーターやったら一体、えー、速さがね、えー、時速何キロなのかを出せば、まあ、それ以下って感じになるわけですよね。なので、Y に48を代入して、はい、この方程式を解いてみたいと思います。そしたら、 これね、あの、移行してもまあ全でいいんですけれども、もう、左と右を入れ替えても全然等しいですよね。左辺イコール右辺。だったらこれ入れ替えて、400分の 3x2 乗イコール48ってやってもですね、当然イコールなんですよね。まあ、こういうふうに考えて、移行せずにね、左右入れ替えるって考えてすればね、マイナスとか全くつかないんでね、えー、簡単に。えー で、きると思います次どうするかっていうと、両辺に3分の400かけてあげてください。わかるかなこう書き,書きましたけど。400分の3の逆数、3分の400をかけたら、ま綺、あ、麗にこれ、約分できるんでね。で、左辺に3分の400をかけたんだから、右辺にも3分の400をかけます。ということでね。両辺に3分,3分の400をかけてやると。そしたら、これがこう消えて。 こう消えますから、左辺は x2 乗。右辺は、ここがまあ16になるので、16×400、つまり、6400でございます。ね。はい、6400ってことはね、これわかるかな ?x は2乗取ったら、6400の平方根が答えだよね。こう考えたら楽なんですよね。もしこれ0、2個取って64だったらね、これ葉っぱ64なんですよ。 でもゼロ2つあるってことは、これ。じゃあ80、80×80 にしたらいいじゃないですか。80×80 80。ね。あ、プラスマイナスつけといても、マイナスでもいけるからね。平方向によってや方、必ずプラマイつきます。え、いい。64だったら8でよかったんだけど、6400やから、えー、80、80って考えちゃうね。80×80、80 6400だから。うん。 っていう感じです。はい。で、マイナス8、80も答えと出てきたけれども、これ問題には合わないですよね。時速マイナス80キロっておかしいからね。うん。なので答えは、時速、時速の書き方、こう書いた方が楽ちんなんでこう書きますけれども、時速80キロメーター以下が答えになってまいります。はい。そしたら一旦ビデオ止めてね、自分でエクササイズ B やってみてください。はい、エクサーサイズ B をさっくりとね、やっていきたいと思います。 はい。まあ、そった制動距離になる問題ですね。えー、制動距離は、時速にの2乗に比例すると、y イコール、まあ、x 乗の関係になるわけですね。まあ、そうはちょっと分、x ちっと書いてないけれども、はい。制動距離は自動車の速さの2乗に比例するって言っているんだから、はい、制動距離が、えー、あ、時速が、ここね、時速が x で、制動距離を y としますからね。 ま、こうなるわけですよね。y イコール ax 二乗だと。いうことですよね。y は x の二乗に比例するってことだからね。うん。制動距離は時速に比例するわけだ。時速の二乗に比例するわけだから。y は ax の二乗になるよと。いうことですよね。で、はい。じゃあ、時速50キロの時、制動距離が20メーターって言ってるんだから、y に20。 x に50を代入したら、比例定数が出ますよね。20イコール a かけ5 0の2乗です。じゃあ20は、えー、5 0け5 0 2 5 0 0なんでね。うん。20イコール 2500A。はい、もう左右入れ替えちゃいましょう。2500A イコール20ね。まあ、移コでやってもいいですけどね。まあ、こうやった方が楽かなと。両辺2500で割って、 こういう感じでね、両辺2500で割っちゃいましょうね。これ、約分してバチって消えるんで。で、ここが、え00、ー、取れますよね。下がって、A は250分の2と出てきました。あ、これ、まだ約分できますね。えー、ごめんなさい、ここで約分させてください。125です。はい、A が125分の1と出てきたんで、ここに代入してもらって、 答えは y イコール125分の 1x2 となりますはい、で、2番目、二足40をこの x に代入すればね、精度距離出るんで、y は125分の1かける40の2乗っすよね。そしたら、y は125分の1かける1600ですよね。うん。じゃあ、これ5でね、まず役にしちゃいましょう。5で割ったら、こんな感じかな。 一の位五とゼロだからまだまだ五で割れます。ええ五だって六十なんですね、うん。これ以上割れないんで、答えは五分の六十メートルです。分数の方でいいですね。まあ大体二点八キロ、十二点八メーターってこと感じかな。制動距離が、うん。はい、で三番目。制動距離を五メーター以下にしたい。時速何キロメーター 以下か,かということなんで、制度距離は y ですから、y に5を代入すれば、ここですね。y5 を代入すれば、族出ますよね。ということで、5イコール、125分の 1x2 乗でございます。はい。まず左右入れ替えちゃって、ここっすよね。はい。この125分の1が邪魔なんで、左辺と右辺どっちも125倍してあげましょう。どっちも125倍してあげようね。はい。ズバッと消えますんで、 x 2乗は、えっ、ー、と、ちょっと安全ため筆算しとこう。えっ、ー、と、625だね。うん。ほう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 。こんな感じですね。そしたら、x は、プラスマイナスルート625って出てきます。今回、ルート使いましょうね。すぐにね、何の2乗か、これは分かんないんでね。うん。でも、これね、当然、ルートの外にいくつか数字が出せますから、素因数分解していきましょう。 うん。はい。これもいつ度くらい5だから、とりあえず5で割りましょうね。そしたら、1、2、125です。はい。またまた5で割っちゃいましょう。おまた5で割って、おいい感じですね。5×5×5×5。ってことは、25×25 25ですよね。25×25 25。25の2乗です。 なので、プラマイ25ってことになるわけだね。<laughs> はい。マイナス25は問題に明らかに合わないんで、答えは時速 25km 以下ってことになりますね。これで走れば、制動距離を 5m 以下にできるということになります。はい。以上になります。